見えるときに僕らあのやっぱりフックっていうか被って見えるのがすごい嫌なんです、はい、だから多分それが見えないモデルが多分一番使えるというか安心して使えるので、はい、構えられるかもしれない。まずちょっと P を考えてください。だけど、まあ、さっき思ったんですけど、はい、T が一番あの被って見えませんでした、はい、正直、うん、これが被りやすいか、まあ、だけどとはいえ一緒ですね。そうですね、すごいやっぱあのそうなんだ、ヘッドサイズが同じに見えるという、あ不思議だな。だからこれも別に被って見えないかな、セーブ見えませんね。だから結果がどう考えてもこれの方がエクセイブなんですけどね。そうですね、球の高さとあとキャリーの出方としてはやっぱり良かったですね。ですよね、やっぱ球の高さがやっぱり出てほしいので、はい、まあ現状で言うとやっぱりエクセイブなのかなと、はい、今これ3つ打ちましたけど、まあ、真ん中が P で、上が T の XF、まあ、今のところ XF が自分には合ってそうな感じがしています。でこれちなみにあの950は私どうですか、大丈夫そう。もうシャフトちょっと2、3本試してもいいかもしれないですね。あ、そうですか。じゃあちょっと、はい、いいですか、お願いします。はい、行きましょうか。これは、はい、ヘッドが T モデル、はい、でシャフトが KB の90になりますね。KBS の90。はい。そう、90。こんな軽いのがあるのか。KBS の90になります。あ、これは結構、やっぱちょっとしっかり。軽いはずなんだけれども、弾道を引き抜いて、うん、いい球、いい球ですね。いい球ですね。いい球ですね。はい。高さ的には、高さ的にですね、今右下にですね、はい、ラウンドアングルというのが、こちらが着弾の角度を見ています。はい、でこれがですね、40度ぐらいあれば、アイアンとしては十分高さで止まってくるので、そうなんです、今39.5ぐらいでしたら、まあまあいい、そうですね、はい、十分高さも。そこの数値を見るんですね。そうですか、そうです。39.5。じゃあ、まあ、まあ、使えるという。そうですね、でミート率の、はい、スマッシュファクターという 1.38 というところも効率性を見ているんですけども、はいはい、非常に効率性も高く、そうですか、はい、パフォーマンスはいいですね。じゃあ意外とこのシャフトは合ってるのかもしれない。うん、打ちやすいな、これ、いい距離ですね。これ 42.5 です、はいはい、十分高さも出て、その分キャリーもきちんと出ているという形ですね。これはね、169.3 キャリーのトータル184.2、はいはい、ただデータ上はですね、はい、こちらはキャリーをベースにしていただいていいと思います、はい、169キャリー、はい、でこれちなみにあのロフト何度ですか。ロフトこちらで31度ですね。31ですか、はい、まあ、まあ、7番で169キャリー32ですね、ごめんなさい、 T だ、はい、T だと一番寝ているので32度になります。まあ、だけどそれ169ヤードか、キャリー出ますね。出てますね。出ますね。いや、いいかも。はい、こちらが、はい、はい、ちょっと AMT のレッドになります。あ、AMT のレッド、はい、すみません、私このシャフト存じ上げてないんですが、これはどういうシャフトになりますでしょうか。今回 AMT がですね、はい、モデルを全部一新してですね、はい、3モデル出した中で、はい、一番少しあの動きのあるシャフトになっています。あ、そうですか、はい、でシャフト重量もですね、100g を切って少し軽量タイプとなっているので、はい、はい、ちょっと試してみましょうか。やっぱりでも僕も年齢が年齢なので軽量じゃないとちょっとしんどいんですよね。やっぱり1ラウンドやるとなんか後半疲れちゃうんですよね。 S200 はちょっと疲れるんだよな。よし、走るな、これ少し、そうですね、走る、今までのダイナミックホールドとまたちょっと違う動きで、めちゃめちゃですよ。170ヤードキャリーで、ランチランドアンドリーは40度だから、まあ、合格点ですね。そうですね、はい、これはちょっと程度に入れてみたけど、おお、だけど距離がそんなに落ちないので、落ちないですね。はい、これが走ります。もうあの明らかにこの、なんていうか、この辺で、はい、
ちょっとヘッドがピュッといきます。そうですね、はい、面白いシャフト。あ、これ軽量だからかな。それもあるかと思います。すごい走るこれ、はい、面白い。これは楽です。非常に楽なシャフトです。あ、走る走る走るし飛ぶな。まあ、だけど安定してますね。そうですね、大体165前後、70ぐらいの今キャリーですね、はい、いや、これもちょっと捨てがたいんですけど、はい、はい、いやー、なんか面白い。さっきスチールシャフトが面白いってなんか結構、あの前は全然違いが分かんなかったんですけど、はい、最近ちょっと違いが分かるようになってたんで、はい、面白いですよね、スチールシャフトって本当に違いますよね。そうですね、あんなに違いが分かんなかった、面白いなって感じがして、ただ、そう思っていけば、ちょっと逃げたけど、あの逃げたりもする、うん、やっぱり重量感ありますね。すね、先ほどの話より重量感が、はい、少し 10g 近く重たくなっているので、ちょっと球が重い感じがあるな、はい、これはね、やっぱり重量感、さっきのレッドとは違う。ああ、なるほど、うん、安心感がある。コースにいいかもしれないですね、こう適度に安定感があるだと思います、こっちの方が、はい、やっぱり一回飛びすぎちゃったりするのも怖いですから、ね、怖いので、走りすぎてしまうと。そうなんですね、はい、さっきのレッドはね、めちゃめちゃ走るんで、こっちの方がなんかいい。あ、いい、うん、これでどんな感じだろう。これでまあまあ66ぐらいですね。でさ、そう、166なりで、まあ今ぐらいの感じ。まあ、だけどずっしりしてます、はい、すごいずっしりしてる。そして今ですね、はい、031っていうのは T モデルで、はい、ですね、4本試させていただいたので、はい、1つ1のベースに、はい、上から NS の950、はい、KB90、AMT のレッド、ブラックというふうになっていて、はい、今一番ですね、ボール所属が出ているのは AMT のレッド。まあそう、やっぱり、はい、で打ち出しはですね、全て18度、9度ぐらいで安定はされています、はい、でミット率も非常に高いですね。はい、ありがとうございます。キャリーがやはり一番出てるのは、少し走ってしまう、こうレッドが一番そうですか、はい、フォア出ている。うーん、高さに関してもですね、どれも40度くらい、唯一 KBS が少し低め。そうですね、本当だ、はい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 。実際ちょっと映像でも見てみましょう。そうか、ああ本当だ、比較的ただ安定されているのは、今のところレッドのは非方向性と。そうですね、はい、レッドは打ちやすかったです、はい、KB の90も非常に安定されていますね、はい、この2つ2本は方向性はかなり安定されているので、あ、はい、これが落ちたボール地点になっていますね。キャリーを出してします。こちらがキャリーでの、うん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 、KBS の90と AMT のレッドの比較になっています。でグリーンが KB の90ですね、はい、でレッドがオレンジ色のマーサーが AMT になっています。いやー、そっかそっか、はい、その KB90 とその AMT のレッドの違いっていうのはどこにありますかね。違いはですね、はい、ダイナミックボールはやはり先端にウェイトポイントを置いているのに対して、はい、KBS というのは手元のカウンターウェイトになっているので、はいはいはい、この辺のまず重量の配置の違いというところとですね、うん、少し AMT のレッドがおっしゃるようにちょっと走るタイプに対して、うんうんね、KBS の方がより剛性が高いというところになりますね。これだからあれなんですよ、やっぱりコースに持ってかないと多分最終的には分かんないと思います。そうですね、はい、そうなんですよね。あのデータはやっぱりこのね、データ上はレッドがいいですけど、レッドがやっぱりいいですよね、はい、ただコースだと少しやっぱ左に行ってしまう可能性があるので。そうなんですよね、はい、実際多分実用的というかですね、はい、コース向きなのがおそらく KB とか。そうなんですよね、はい、そうですね、はい、
あの MT のブラックが一番そのなんていうか大失敗しないなという感じはしました。正直あの結構あのインパクトが重たかったので。そうですか、そうですか。あ、だけどだんだん見えてきたな。